はい、じゃあ本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず最初にお名前と、あとどんなお仕事をされているかを教えていただけますでしょうか。はい、加納浩二と申します。花屋をしています。新宿区で、やってます。はい、いいんですか。そんな、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、はい、加納さん、それで、MSD 増田塾なんですけれども、はい、加納さんは MSD 増田塾に何期から参加されていらっしゃいますか。はい、4期から4期から、はい、お世話になっています。そうすると今4、5、6で、ちょうど1年経って1年半にかかるところです。はい、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。で、MSD に入って、まあ、1年半、はい、1年から1年半ぐらいのところだと思うんですけれども、はい、MSD に入ってビフォーアフターですね、うん、どういう変化が起こりましたか。そうですね、まあ、入ったきっかけが、ちょっとインターネットの注文がすごく多かったんですけれども、スマートフォンが、すごく増えてきて、でちょっとそちらの対策がうまくいかずに若干売り上げが落ちていて、ちょっと厳しいなっていうところで、メールマガジンで見させていただいて、で紙の媒体とかで、リアルの媒体でお客さんにアプローチできるっていうのがすごく魅力的で、はい、そこをやりたいなと教えていただきたいと思って、入りました。はい、ありがとうございます。4期に入られたということなんですけれども、はい、入ってすぐに結果って出ましたか。正直出ませんでしたね、あまり。はい、チラシとか配ったことがなくてですね、いろんなアプローチで何パターンかで出させていただいて、授業も分かるような分かんないようなっていう状況で、なんとか半年で結果を出そうと思って頑張ったんですけど、それほど出なかったですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、その最初の半年のところはあんまりちょっと伸びなかったっていうところなんですけど、はいはい、手応えだったりとか実感が出てきたのっていうのは大体いつぐらいですかね。はい、手応え実感、そうですね、自分の中でこう結果が出たよりも先にこう手応えじゃない、数字が出る前に、自分の中で変わったところがいろいろあったり、こう見る目が変わってきたりですとか、あと割と花屋さんってあまり表に出ない商売で、お店の中で一気にお客さんと対応している商売なんですけども、やっぱり MSD の他の方とかいろんな業種の方とかとお話しさせていただいて、ちょっと違った視点が見えてきたっていうのがまず大きかったですかね。やっぱりそれは入ってなかったりとか続けてないと、はい、得られなかったそういう視点みたいな感じですね。はい、ありますね。で、チラシについてもやってみて分かること、結果はそんなに出なかったですけども、やっぱりこのうちの近くの今、配達とかで回ったりはしますけども、一軒一軒あまり見てないですし、どの辺までが住宅街があって、そこから先行くとオフィス街だなとか、思ったよりも近くをちょっと超えると個人さんが多い地域だっていうことが分かったりとか、もろもろと自分で足で行ってみないと分かんないことが見えたりっていうのは大きかったですかね。ありがとうございます。で、それでだんだんそれが数字にも現れてきた。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、で、続けることによって、その数字も上がってきた、いろいろその考え方も変わってきたっていうところで、ずっとこう今3期継続していらっしゃるんですけれども、ちょっと重なっちゃうんですけれども、なんで MSD ずっと継続して受け続けられてるんでしょうか。そうですね、なんでしょうね、今実際ちょっとこう始めた頃は若干赤字だったりとか厳しい時だったんですけども、今そんな数字は10%とか15%とかですけども、そのこう端境が大きくてですね、今割と安心してやってられるってこともあるんですけども、やっぱりこう月に1回こういう場に出てきて、皆さんに会って刺激をいただけるっていうのが自分のペースの中ですごく新鮮味があるし、こうメリハリがあるところがすごく大きいですかね。はい、ありがとうございます。はい、それではまたちょっと違う質問になってくるんですけれども、その MSD を続けることによって、メリットと、もしかしたらデメリットっていうのがあるかもしれないんですけれども、それあったら教えてください。はい、そうですね、メリットは先ほど言ったように、月に1回リセットできるというか、こう自分の気持ちを上げられるというか、そこにすごく使えるのが、その後の懇親会とかも楽しいですし、そこがやっぱり一番のメリットでもありますし、見えてないものがふっと見えてくることが急にあったりとか、初めの半年で見えなかったのが次の半年で結構見えてくるものもあって、今3期目つなげていくとまた違ったものが、同じことを教えてもらってるんですけども、そこがこう、そうですね、
急に見えることがふっとあって、そこをちょっと変えると大きなこう成果が出たりとかもしますので、うん、まあ、メリットそうですね、続けた方、この辺がメリットですかね。はい、ありがとうございます。やっぱりその、半年でワンサイクルみたいなのがあって、うん、その先ほども加納さんおっしゃってましたけど、うん、はい、同じ内容を、うん、まあ、繰り返してだったりとか、うん、そのテーマが同じのが繰り返されるわけですよね、はい、でもやっぱり、うん、その続けて受けてると毎回全然違う、うん、まあ、そうですね。特に、半年、初めの半年と次の半年っていうのはこう同じ受けてても、ああこういうこと言ってたんだっていうのが、1回目はなんか自分の中で分かっているような気がしてたんですけど、2回目聞くと、ああ全然違ったこと言ってたんだなとか、そこで腑に落ちるっていうのはありますね。まあ、3回目もありますけど、やっぱり1回目と2回目との差はすごく激しかったような気がします。はい、ありがとうございます。じゃあもう一つ、さっき、まあ、メリットデメリットって言って、はい、まあ、強いてあげるならそのデメリットをもしあるとしたら、うん、そうですね、私はちょっとあの恵まれてるんですけども、まあ、東京でやっているので、その、まあ、ホテル代だったり交通費だったりっていうのはほとんどなくて、まあまあ、その辺 の, メリあのデメリットはあまりないですかね、うん、で、まあ、そうですね、その継続の金額がかかるぐらいですかね、私の中では。あの、まあ、スタッフに任せて多少抜けられるようになっているので、お店もこう営業しながら出てこれているので、うん、あまりデメリットは感じてないですかね。はい、ありがとうございます。それではですね、最後になんですけれども、うん、これを見ている中で、はい、もしかしたら入ったけど続けないで辞めてしまった人だったりとか、うん、はいはい、あとはまあその続けて、うん、あ、そういう方ですね、うん、あの結構いるかなと思うんですけれども、うん、あのそういう方について対して、うん、もしメッセージがあればお願いできますか。うん、そうですね、まあ、自分の力と、まあ、自分のモチベーションだけで、まあ、上げていける人はあの、まあ、そのままでいいんじゃないかと思いますけども、やっぱりここに来ると月に1回こう、うん、モチベーションも上がりますし、そうですね、仲間もいますし、うん、まあ、いるのといないのとどっちの方が 上に向かっているかなって言えば、やっぱり自然と入っている方が上に向かっているんじゃないかと思うので、まあ、来れる環境にあったり、まあ、ちょっとハードルも高い方もいるかもしれないですけども、うん、なるべくいい環境に、まあ、そうですね、自分の人生で自分のためにやっていくんだったら、いい場所を選ぶ方がいいんじゃないかなとは思います。はい、ありがとうございます。すみません、最後にもう一つだけ、はい、4期の時と6期の時と、はい、ここの場の雰囲気とかってやっぱり違いますか。うん、そうですね、どうだろう、感じるのは4期よりも5期だし、5期よりも6期の方がいろんな業種の方が増えたっていうイメージはありますね。あの施術の方が4期の時は本当に多くって、まあ、4、5、6ほとんど、まあ、花業界の人はあんまり、まあ、いないんですけども、6期の方でも1人いらっしゃいましたけどね、うん、まあ、同業者はあまりいないんですけども、なので前よりもいろんな業種の方と会える場になっているんじゃないかとは感じてます。ありがとうございます。いろんな情報交換よりできるようになっている、うん、そうですね、はい、まあ、ね、教えてもらうのはあの、まあ、基礎の部分というか、まあ、普遍的な部分になるので、まあ、そこをどの業種の人はどういうふうにやってるのかなとか、うん、自分のところでどうやって使えるかっていうのは、まあ、いろんな方がいた方がやっぱりいろんなパターンが見られるので、うん、自分の中では嬉しいですけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、最後に言っていただいてしまったので、はいはいはい、これで大丈夫なんですけど、はいはい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。